さあ続いては皆さんお待ちかね温泉でございます。よいしょー、よいしょ、温泉よいしょ。さあこちらですね、薬師の湯といいまして、うん、天然温泉があちらにありまして、しかもなんと混浴でございます。なんで小沢さんが一番どうしますどうもいかん、あれ上がってしまう。そうね、やめちゃったあれ、ミデルさん、もうまた吹けました。待たせよそう、さっきと何が違うの。時間が多いつれて、だんだん鬼がまあ、少し過酷だからなそうね、朝から撮ってますからね。まあ、終わった時にドラゴンボール揃えて若返らしてもらえればいいですね。よし、その手があったから、おいいや、そのノリがもう古いですよね。まあ、ブルマみたいにね、5歳ね、若返るみたいなね、ね、ありましたからね。ビ、ね、ーデルさんもね、ビーデルさんないんですけどね、学習には5歳若返るみたいなのないんです。温泉入ったら若返るでしょ。まあね、100回の人とかいますし、温泉入って若返りましょう、うん、そうしましょう。小沢さんが一番ね、年齢高いんですけども、実際は、はい、はい、まあ、あちらなんでね、大丈夫、まあ、そう、ちょっとちらっと見えますけど、完全にあの、もろ出しの方もね、もろ出しはダメだろ、はい、ちょっとおじちゃん、何するポンポンやってんの。いや、まあ、一応そういう場所だからねそういうね、あの、父おばあちゃんに付けろよ。いや、無料で入れる場所なんで、そういう場所なんでね。メディカルマシンから出たばっかみたいな状態で、そうね、ベジータとかね、もう丸出しですよね。ベジータとかはもうカバはそのうち生えてくるじゃあ、早速行きましょうか、皆さん。よし、はい、大丈夫かな。さあ、それでは皆さん準備ができたようなので、ちょっと呼んでみたいと思います。ではまず、ヤムチャさん、ヤムチャさん、あれ、いや温泉か。いや、ちょっと、誰ですか。ヤムチャです。そう、ヤムチャさん、ヤムチャだ。メタルバンドの人じゃないですか。いや、違うよ、ヤムチャだよあ、髪が、いや、衣装をね、まあ、確かに、はい、現状半裸のロン毛の男だ。そうですよね、ただの兄ちゃんですけども、あとここにちょっとタピオカみたいなほくろが俺あるんです。いや、可愛らしく言わないで。タピオカ、女子高生の皆さん、タピオカですよ。いやいや、全然食いつかないですよ、これ。この俺、この背中、めっちゃ綺麗芸人っていう、はい、わ、ほんと綺麗、確かに、ヤムチャさん、これ背中ね、白いし。そしてこれね、振り返ると、うん、あの頃の浜崎あゆみでーす。いやいやね、ジャケットのね、あったけど、白あゆと黒あゆのやつね、懐かしいな。はい、出し切りました。いいじゃん。いや、いいです。もうそんな尺もないですからね。あ、そっかそっか。はい、では続いて、この方に行きましょう。ビーデルさん、ビーデルさん。はい。やっほー。いや、じゃ古いんだろうな。そう、温泉まとめたショートカットの画みたいな言い方で。そんな時なかったでしょ、ビーデルさん。そんな言葉もないし。そう。どうですか、はい、この、まだやっぱり子供だから色っぽくないか。いや、あの、売れに売れてる感じが、逆にエロさが。はい、これでとかってこと、そう締めに締めてるけど大丈夫か、はい、あれ結構引っかかるとこがないからズーンっていっちゃう。そうなんですね。いや、でもね、マロニで今までその女性キャラがね、あの、このニューヨークシーンがなかった、今、野沢さんしかなかったんで、今のところ。なるほど、はい、そうなんですよ。視聴者の人喜んでる方も、喜んでる方もね、いらっしゃる。片方っていうところ、なんで立てんのよ。一部ね、一部、はい、激おこぷんぷん丸あのね、だ、古いんですよ、ちょっとね。ワードはでも新しいですよ。いや、まあ、いや、そうですか。デーテラとかもう、なんかちょっと前なんですよね、使ってるワードが。はい、あげぽよ。まあまあ、ギリギリ動きは大体一緒。そうなんですよね、昭和なんですよ、動きは全部。はい、じゃあ続いて、はい、今お待ちかね、パンちゃん、パンちゃん。わー、来た主役は私、パンちゃんよ。主役はね、パンちゃんじゃないんですけども、はい、来ました。いや、パンちゃんファンはね、かなりいますんでね、これも釘付けだと思いますけども。それは工業高校に女の先生来たみたいなノリだから。いや、本当ね、そういうのを視聴者の方はね、うん、それもまあ、僕一部だと思いますけど あ、そのバンダナはそのまで言われてないね、うん、なんか、納得にならない理由がありそうな感じが。あるのよ。あ、そうなんどうやらある。はい、さあ、では最後、皆さん、お待ちかね、うん、デーベテラン、野沢さん。いや、野沢さんはちょっと上を隠すんですね。はい、一番照れが。そうですね、一番女性っぽいですけど。本当にまあ、本当にもう勘弁してください。いや、一回でも入ってますか、あなたはね。はい、温泉の方は一回経験ありますから、窓に。まあね、あの時な、まあ、おでも、こういうんじゃなかったからな。いや、そうタオルだったから。おぉ、こっちのこと言っても良いんじゃないですか。いいか。はい、おぉ、ちょっと悪い、あの、大猿がな、ちょっと。あ、じゃあ、毛がね、毛がね、ちょっと足だけなんですね、ダウンの。はい、
大猿になりかけるの。脇も大猿になってたのよ。脇も脇が脇もね、あの見せないだけで。わあ、なんか聞いてたもん。うん、まあ、一番最後の文言だけちょっとね。あれ、次回予告かな。あ、いや、次回予告じゃないですよ。うち、お酒類は何で入浴しないこと絶対見てくるよ。まあ、次回予告とか言わないで。ああ、いいお湯ですね。スノノザワさん、どうですか、今日ね、いっぱい汗もかいたと思いますけども、なんかこうやってね、天然温泉で最後汗を流す、最高じゃないですか。最高ですね。最高だ。しかも気づいたけど、レギュラーでいない2人は2人とも吉本興業だから。あ、そうですね。あ、あの別に、あの、なんかの理由があったわけじゃないですよね。あ、考えたらよ、はい、今日吉本1人もいねえんだよ。そうですね。あれ、何かあったみたいな。いやいや、本当にないよ。なんか意味が持っちまうぞ。そうね、このタイミングでね、あの2人が抜けず意味を持ってしまいそうですけど、本当にないですから。本当にない。本当にスケジュールのね、都合でございますんで。別件でね、プライベートでございます。せっかくの女子旅だから、うん、野沢さんにこう女子へのアドバイスみたいな。うわっ。ああ、そうそう、ロケとかのなんかね、今後のアドバイスがね。今日、ね、うん、まあまあ、こう一緒に、まあ、こんだけあの、マロニで、うん、1日ロケしたの初めてじゃん。そう、この2人がね、初めて。確かに。運動会からだったね。まあ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 、そうだな。ダメ出し的な。ダメ出し。まあ、ダメ。あるのかな。ダメ出し的な。女子旅ならではの。女子旅ならでは。女の先輩としてのダメ出しっていうの。なるほどね。女性の大先輩としてね。女性としての。じゃあ、ビーデルさんはね、そうですね。なんだろう。キャラ忘れて、熟女キャラに走りすぎるじゃないですか。どっか行っちまったみたいな、うん、まあ、そういうのね。え、待って、大竹ちゃんのあんたたちですか。そうそうそうね、運動会からね。ちょいちょいコメントで本当になんかかわいそうなんですけど、ね、同情されちゃってるじゃん。おぉ、じゃあパンちゃんはパンはまあまあひどかったな。でも食レポがね、食レポがちょっとびっくりするぐらい、もうちょっと失礼な言い方。そう、我々も初めてだったんでね、ちょっとびっくりしたのありましたけど。しょうがないじゃない、やったことないんだから。いや、にしてもでしたよ、パンちゃん。お肉食べて、はい、油がいっぱい。はい、うん、うん、いや、でもね、美味しそうですけども、どうですか、皆さん。何よ、これ。あ、口の中が油でいっぱいになっちゃうの。油、あの、褒め言葉ではないからね、それね。はい、それじゃ、いただきます。はい、何よこれ。お、あんまり炭酸がないわ。嘘でしょ。そういうこと。嘘でしょ。いや、そんなことないよ。ちょっと時間が経っちゃったからね。そんなわけはない。そんなことない。そんなわけない。聞いたことない、そんな食レポ。テレビでね。まあ、パンちゃんなんで、うん、そうそう、まあ、こっちもちょっと必死でしたけどね。子供だから、子供だから。そう、一応ね、必死でしたけどね。まだ10歳だからって。生クリームだけね。あと、なんか若い扱いしてるけど、はい、あの、本当に中身はもう30年前。やめてあげて、そんなことない。パンちゃん、そんなことないよね。ないよ、平成元年生まれよ。ちょっと言っちゃうんですね。はい、まあ、今日いろいろと行きましたけども、どうでした？まあ、ドア頭で結構インパクトありましたけどね。わぁ、山ちゃんどうだった？うん、そうだな。なんだろうな、このロケ、7月初めぐらいにやった方が良かったんじゃないかな。まあ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 、炎天下でしたからね。まあ、でも楽しかったな。まあ、一発目ね、その鬼怒川太郎ですか。はい、あ、鬼怒な。いや、鬼怒って呼ぶな。あれだけで一周分使ったやつな。そうそうそう。もしかしたら2周分いってるかもしれないですけどね。はい、そして、まあ、足湯ですか。足湯ね。足湯ね。水洗便所のように清い心になった気がしたわ。乳張りにね。水洗便所とか言うから。またね、そうそう、またなんかね、ここの温泉のね、足湯ディスってんのかな。そうそう、足湯とかね、そうそう、まあね、すごい綺麗だったよね。すごいおしゃれなとこでしたね。そうそうね、絶景でしたしね、島って。あれはまた、やっぱ女子旅って感じよね。フリースティック感が誰もやんねえじゃん。じゃあリアルにビーデルさんは普段インスタとかやったりしてたりするんですか。やっぱ女子なんでね。あ、実際はやってない。はい、そう、ね、やってない。あ、じゃあまだ JK だから。魔法のアイランドか。いや、古いな。無料で作れる、無料で作れるホームページね。はい、スタービーチで知り合った。いや、出会い系サイトね。昔あった無料の。
今日は絹川太郎さんに、帰りがけ、君が一番いいよって言われた。ああ、そういうスタッフの。いや、あれでしょ、あんってあげたからですよ。あ、そういうこと。あ、まあ確かにね。なんかスナックのおばちゃんかなんかと勘違いしたんですよ。ああ、そうそう、地方のレッドコーン。これ、乗ってくれるんですね。鋭い思いが。聞いてるんですけど、鋭くはなかったけど。はい。まんちゃん、どうだ、今日一日ね、場でがっつり旅してみて。いやとにかく暑かったわね、うん、今ね、その汗がこういっぱい出てすごくいい気分よ。感情が読めないわ、ね、怖がってる人もいるからね、あの視聴者の中には感情なさすぎて。ちょっとなんで怖いのよ、パンちゃんよ。いや、それが怖いの。それが怖いの。それが怖いんですよ、人とは。どこがね、どこを開いてるの。まあ、じゃあ最後ですね、まあ、せっかくの女子旅だったんで、じゃあ女子旅最高っていう感じで古い感じでね。古い感じで、古い感じで。まあ、山下さんは一応ね、まあ、女子じゃないですけども、一緒に。遠藤健一みたいなポジションで。